社長ファイトクラブ。ゲイツとかあのバフェットみたいな世界に名だたる経営者と肩を並べるっていう、そういうところに、ビル・ゲイツのことか。それではサードステージの皆さんどうぞ。お願いします。失礼します。お願いします。じゃあ竹中さんから、PR の方よろしくお願いします。21歳竹中海知です。小さい頃から社長になることが夢で生きてきました。16歳からバイクを販売していて、今は車販売もしています。将来は春木海さんみたいに知名度のある有名な人になりたいです。付き人などを募集している人などの元で働いて成長していきたいと思っています。どこにでも全国飛んでいくのでよろしくお願いします。どうでしょう石井さん。派手だけど、うぶそうなんで、素材としてはすごいいいと思うけど、社長になりたい割には特技とかね、資格とかも書いてないから、何が向いてるのかよくわかんない。特技は、営業とか喋ったりするのが得意です。まあ、それこそ水商売もいいそうですけどね。あ、水商売今、ラウンジのボーイなどもやってるんで。それ地元でやってるんですか？はい。さあ月人やりますってなったら、はい、いくらぐらい欲しいんですか？月30ぐらいは欲しいです。今そのぐらい稼いでるってことですかね？今は自分では5、60とかは稼いでるんで、うん、下がってもいいから。下がってでも、はい、そうです。バーかキャバクラだったらどっちの社長になりたい？キャバクラで。なんで？女の子と接するバーも自分でやろうとは思ってたんですけど、うん、キャバクラの方が他の子儲かるからね。嘘つけなそうな感じめちゃくちゃですじゃあちょっとジャッジの方移らせていただきます竹中さんを、採用してぜひ社長に導きたい社長は、挙手の方お願いします。採用ジャッジ。お、石井さん、キラオさん、富岡社長からも。じゃあ富岡社長からお願いします。水商売だったら箱ね、でっかいに用意して社長になるためにそういうのが必要だと思うんですけど、建築ってどちらかというと独立しやすい世界ではあるので、そこであの一緒に、まあ、付き人で一緒に来てもらっていろんなことを覚える中で、あの全国で仕事してるので一緒についてきてもらって、あの建築業の一つとして独立する道もなんか建築っぽい作業。ボールペン刺さってますか？建築っぽい。石井さんお願いします。まあ、千葉と埼玉と仙台でキャバクラとガールズバーとカバーをやってるんですけど、まあ、本当水商売向いてると思うし、私あと3店舗出店予定で今千葉契約して、あと都内とあともう一箇所まだ決まってないんですけど、あこの社長ファイトクラブでも前アグヤの30歳の方を採用させてもらって、うん、もう今順調に出世していってるんで、正直パソコンとか技術的なことよりもこの可愛がられる能力とか、うん、なんかこうね嘘つけないのとかで多分大成していくと思うんで、ぜひ一緒にお願いします。内面をね見てますね。じゃあキラオ君お願いします。この希望職種付き人ってなかなか僕このファイトクラブで見ないんですけれども、なんかその海知くんといるとすごい楽しい感じが伝わるし、みんな付き人になってほしいと思うんですね。で、じゃあ付き人ってどうやってマネタイズするかっていうと、あのうちだったらそのホストクラブ あのプレイヤーよりも多分そのマネージャーとかで最低30万は絶対保証します。その運営として出世すれば、まあ、アベレージ2億の店舗 あのパーセンテージが給料としてつきます。なので今稼いでる5、60万っていうのもあの優に超えてくると思いますし、で、まあ、付き人をしながらパソコンだったり携帯だったり動画編集とか SNS 学んでいただいて、で一緒にこう大きくなっていければいいなって思ってるんで、はい、ぜひあのいろんな人も紹介するんでお願いします。それではぜひ働きたい社長のもとに握手の方をお願いします。決まってる。おー、早いな。早い、うん、早いな。おめでとうございます。理由の方だけお聞かせお願いします。いい圧を感じましたね。いい圧ね。女の子がおしゃれしてきて皆さんおめでとうございます。じゃあ続いて渡辺さんお願いします。愛知県から来ました渡辺輝人と言います。皆さんよろしくお願いします。僕はとにかく会社を経営したい人です。だからあの本当にあの会社を経営したくて3月まであの、まあ、自分で立ち上げちゃった運送会社やってたんですけど、全然うまくいかなくて勉強不足でもうあのどうにもならなかったんですよ。であの今度は全然違う業種であの会社立ち上げようと思っておりまして、あのインフルエンサーをマネジメントするようなそういうあの仕事をやって、ゲイツとかあのバフェットみたいな
もう本当にあの世界に名だたる経営者と肩を並べるっていう、そういうところに。ビル・ゲイツのことか。皆さん、あのどうか僕を採用してください。よろしくお願いします。皆さんを力づけます。はい、ありがとうございます。これだとあのインスタのね、代行業やられてると思うんですけど。そうですね、僕も普段あのインフルエンサーマネージメントしたりしてるんですけれども、はい、なぜそれをしたいと思ってたんですか？あのネクストレベルさんのところで、あの、まあ、日雇いでイベントの、あのアルバイトしてるんです。でそっからなんかあのいろんな人と知り合っていって、あのインフルエンサーとか芸能関係とかそういうところに携わりたいなっていうのがあの1個目の理由で、もう2つ目の理由は迷惑系とかそういうあのインフルエンサーって多いじゃないですか。彼らをマネジメントするっていうところに着いたら、まあ、あの大事件とか起きなくなるんじゃないかっていう、そういうところをあの考えたんですよね。めちゃくちゃ騙されそうっすよ。あの恥ずかしい話、めちゃくちゃ騙されてきました。今まで今まで一番騙されたなんか経験のエピソードとかありますか？ありますあります。ホームページを作らないかって言われまして、700万ぐらいで、あのワードプレスのあのなんて言うんですか、リース契約の、はい、リースの契約で、あれはいいですね。でワードプレスであのデフォルトのテーマしか出てこないような。インフルエンサーのマネジメントの会社ってなったら結構狭まると思うんですけど、それ以外のでも何でも頑張る気持ちとかあったりするんですか？もうどこでも僕は頑張ります。経営を教えてください。お、素直でいいですね。ちょっとジャッジの方移らせていただきます。あのぜひね、もう純粋無垢だと思いますし、こう渡辺さんを採用して社長になるこうお手伝いをねできる社長いましたら、挙手の方お願いします。うん、お、川原会長から会っております。隙間バイト実際されてるね。はい、では川原会長、まあ、あのうちのなんかアプリで仕事してたんですね。ずっと仕事してました。そういったサービスをあの、まあ、まず名古屋の方で働いてもらって、半年か1年ぐらい研修して、はい、実際に現場働くっていうのはもう理解してると思うんで、はい、それを企業に進めていくような営業をまずしてもらってですね、はい、で全部覚えてもらって、いけそうやったらそのまま会社分社化して出資して、はい、自分で会社作ってもいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。おでもその性格やったら企業に対して受けが悪いから、なんか普通に仕事できるかどうかちょっと不安なんやけど、まあ、それをちょっと 見させてもらいます。働きながらね、はいはい、渡辺さんはぜひね、今働いてるスキマバイトのネクストレベルで働いて社長になりたい場合は握手の方お願いします。はい。大丈夫、よろしくお願いします。ということで2人、採用確定ということでおめでとうございます。第4ステージの皆様どうぞ。失礼します。失礼します。失礼します。じゃあ斉藤さんからよろしくお願いします。神奈川県横浜市から参りました斉藤雅人と申します。現在26歳で、大学を卒業後に、映像制作の、授業をメインとした、活動をしております。で映像制作を今までしてきた本数は、1000本以上になります。相手が言語ができないような表現だったりを映像に表現させることが自分の強みだと思っております。編集をお願いした場合いくらぐらいなんですか？どのぐらいの尺とか。20分尺で大体3万円から。もうリーズナブル。去年でいくらなんですか？去年で3年目なんですけど、まあ、1100万円ぐらいは売り上げました。何を提供すればいいんですかね？もうやれちゃってるじゃないですか。案件取りに来た感じにしか見えないというか、あの編集とかする会社じゃ作るんで、そこで社長やってくださいでもいいんですか？そうですね、それも一応考えてます。ジャッジの方移らせていただきましょう。斉藤さんをこう社長にさしたい社長がいましたら、挙手の方お願いします。斉藤ジャッジ。お、西社、あ、ラハさんからも会っております。うん、じゃあ小林社長からお願いします。うち SNS の運用代行とかやってて、はい、自社メディアもいくつも抱えているので、はい、まずあの即戦力になっていただきそうだと思ったのと、はい、でまあ、あのインフルエンサーもたくさん抱えているので、はい、あの案件を取るっていう意味でも信用性が高いなというふうに思ったので、まあ、安定的にお仕事も供給あのできると思いますし、まあ、うち自体もまだちっちゃいベンチャーなので、まあ、一緒に上がっていきたいなと思って手を挙げさせていただきました。はい、ありがとうございます。富岡社長お願いします。まあ、僕の会社は本社埼玉なんですが、今大阪の事務所を撮影スタジオみたいにして制作会社を今やっていくのに動いているので、はい、いずれ任せていければ
はい、面白そうだなと思いました。はい、ありがとうございます。ラファエルさんお願いします。はい、その編集マンとかも当然僕も10人とか抱えてて、自社で回してるんですけど、マネージャーと僕らで管理しちゃってるんで、まあその案件はいくらでも取ってこれるんで、まあその会社にしちゃって社長を任してやってもらうのはありかなと思ったんで、っていう感じです。はい、すいません、ありそうですね。働きたい社長のもとへ握手の方お願いします。おー、理由の方をお聞かせいただけますか。僕が一番最初に動画編集のお仕事させてもらったのって7年前ぐらいになるんですけど、それが禁断ボーイズさんの動画で、まあ、ラファエルさんに関してはやっぱりすごい見てきた部分もありますし、おっしゃっていただいた内容が、まあ、僕に一番こう活躍できそうな場だなっていうふうに思ったので、ラファエルさんにさせていただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。じゃあ2人目、絹川さんお願いします。東京都在住の絹川幸太郎と申します。私には夢がありまして、ナイトワーク系のエンターテインメントの授業をやりたいというふうに思っておりまして、今回そのチャンスかなと思って応募させていただきました。現在は個人事業主でデジタルマーケティングとデータサイエンスのコンサルタントを一人でやっております。ひょっとしたら何かチャンスあるかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ハミカオなナイトワーク系もね、お見せされてますけれども、はい、ナイトワーク詳しくどういう機会やりたいとか。やっぱクラブとか、まあ、風俗もやりたいですし。クラブとかだって規模感大きいですよね。あ、そうですね、はい。今までの経験は、今までの経験はなくてですね、一応コンサルみたいなのはあるっていう感じです。うち全国で今12店舗なんですけど、キャバクラとかバーが、例えばそれで一番何で活躍できるますか。やっぱり最近は SNS の、ま、運用、まあ、人生アルゴリズムですね、最新のところまで終えてるので、まあ、SNS の運用からできますし、まあ、マーケで言うと本当に組織に入ってもう計測のところから。じゃあうちのグループ会社の一社として社長やるとしたら、どれぐらいの収入が希望されますか。100万円ぐらい。100万円ぐらい。今でどれぐらい稼がれてる。今で一応月85万円ぐらいですね。はい、一応3案件やってます。はい、優秀すぎてちょっと質問が追いつかないな。なんかさっきの方と一緒で自分でなんかやれちゃうんじゃないですか。なんかその何を提供すればいいですかね。あ、やっぱりその、まあ、私もやっぱりそのコンサルしかやってないんで、脱コンサルって結構思ってるので、自分で事業を持ってやりたいというふうに思ってますので、まあ、社長様のところで学びつつ、自分のノウハウも生かしつつみたいな感じでやれたなと。もともとエンジニアなんですか。マーケター、データサイエンスです。あ、で数値分析です。あ、でもめちゃくちゃ今重要あるじゃないですか。そうですね、会社には欲しいですよね、一人は。まあ、個人的になんか案件なんかスポットで振りたいみたいな感じですけどね。でもできたら事業をコンサルからちょっと出たい。コンサルも立派な事業じゃないですか。確かに、はい、そうだと思います。ずっと自分でやってると疲れるですもんね。まあ、そうですね、やっぱり僕今3社しかやってないんですけど、今やっぱり中に入ってただ指示するだけじゃなくて、まあ、自分でもやってみたいなっていう。じゃあちょっとジャッジの方を移らせていただきましょうかね。衣、はいはい、川さんをぜひ対応したい社長の方いましたら挙手の方お願いします。お、上川オーナー石井さん上がっております。じゃあ上川オーナーからお願いします。はい、僕の将来の夢もクラブなんですよ。はい、で最終的にそこに到達したいなっていうのを思ってまして、新しいビジネスに関しては01一緒に作っていただきたいなっていうお力を借りたいなというふうに思ってます。確かに上川オーナーのサパーもエンターテイメントですね。はい、そうです。石井さん、まあ、全国に展開する中でやはりこの本部の構築っていうのもすごい頑張っていて、まあ、マーケの領域だったり、まあ、いろいろな部分で、まあ、ちょっと足りない部分があるんで、お話させてもらって、まあ、2、30坪のミュージックバーで、あと自分イベント事業もやってるんで、そういうのが面白いなと思ったら、ぜひお願いします。じゃあ、上川お腹、石井社長のもとで働きたい場合は、ぜひ握手を、もうそうじゃない場合は着席で選んでください。社長の方、よろしくお願いします。理由の方をお聞かせお願いします。本当はすみません、石井社長のとこが良かったんですけど、最初はクラブがやりたいと。クラブやりたいですねっていうのがあったんで、はい。じゃあ借ります。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。3人目、高木さんお願いします。はじめまして、高木優太と申します。今回社長ファイトクラブに応募させてもらっていた理由が、上川社長が出演されるとお聞きし、前職の会社を辞めて参加させていただきました。すごい。理由としては、上川社長が、経営されているサパ動画を TikTok などで見させていただいて、上川社長が作り出すエンターテインメント性がものすごく憧れて、自分も上川社長のような
場を作りたいと思い、今回上川社長一択でお話しさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。すごい上川社長。社長の仕込みじゃないですか。うちの店は来たことある。1、2回あります。1、2回じゃね、俺らもね。それ3回やってくれ。なんか踊れます？あ、踊れます。若いな。あ、もう大丈夫です。なんか、すいません。すいません、はい。嬉しくなっちゃいました。じゃあ、もう上川社長のもとに握手を求めていただいて、はい、握っていただけたら、採用ということで、そうですね。行きましょう。採用ジャッジ。握ってもらえればっていう。もう お客様になんかおもちゃにされてるのがもう想像つくんです。ぜひファイトクラブでもね、あの高木さんの頑張ってるところちょっと見に行きましょう。そうですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ライオンステージの皆様ありがとうございました。ありがとうございます。社長ファイトクラブ、過去最高レベルの人材が集い、未来の社長を求め白熱した人材発掘が繰り広げられる。未来のカリスマ社長はこれを見ているあなたかもしれない。社長ファイトクラブ、後編もお見逃しなく。